ホリエモンチャンネル。はい、ということでですね、大阪城トライアスロン当日の朝ということで、おはようございます。テンションテンション、なんでですか？いや、一番苦手なスイムが始まるからです。まずはスイムからスタートですもんね。そう、スイム、バイク、ラン。ここはね、はい、一番あのタイム制限がきついところなんですよ。スイムが、スイムが、はい、俺今までリタイアしたこと一回もないんだから。はい、アイアンマンでさえ完走してますからね。アイアンマンは意外とタイム制限長いから。なるほど。じゃあ今回45分のタイム制限がどう作用するかということで。いや、もうそれだけ。まあでもね、それ終わった後も自転車もきついし、ランもきついし、みんなきついよ。俺のスイムウェア見てよ。スイムウェア、はいはい、この間、あ、買ってる。セパレートのやつ買ってるじゃないですか。セパレートっていうか、セパレートはもともとセパレートなんだけど、この胸開き、すごい。ここが1ミリ、脱ぎやすいやつ。脱ぎやすいし、履きやすいやつ。いいでしょう。今回のためにですか？これやんないと終わるなと思って。ウェットスーツを着て、はい、スイムに。もう今年中に出てください。ペットの中に入らないでください。いや、それはちょっと何言ってるかちょっとわからないし。自分が出ることをシミュレーションしながら、いやいや、ちょっとそれはわからないんですけど、はい、ゴールまで追っかけようと思ってますので、見て。堀江さん、目標ゴールタイム宣言しておきますよ。完走することが。なるほど。だって3時間半ぐらいしかないよね、制限時間。結構短いから。そうですね、結構厳しいですね。完走することが目標ですよ。いやいや、ちょっと本当に、本当によ。3時間切ったら調子いいと思って。わかりました。あ、でもスイムが45分制限だから、スイムアップしたら3時間ぐらいじゃない。じゃあ3時間で堀江さんが完走できるかどうか。じゃあ私も最後まで見守りたいと思います。じゃあ堀江さん頑張ってきてください。見守りますよ、ちゃんと。自分が出る気になって、自分が出る気、自分は自転車漕いでる、自分が泳いでる、自分は走ってる、今日思い浮かべながら見るとトライアスロンのね、観戦は楽しいからね。なんでスタート前のに私がちょっと。え？いや、私はいいですよ。だってそのために来てるんですよ、今日。はい、なんだい。そうします。はい、ということで、じゃあ私も最後まで頑張って想像しながらですね、最後まで追いかけていきたいと思うので、堀江さん頑張ってください。はい、はい、ということで8時45分になりました。ついに行きますよ。ちょっとなんかスタート地点に。このスイムの時、一回もドキドキしなかったことがない。しかも今回はちょっと5分足切りが早いということで、さらにドキドキですね。そうですね、ちょっと一生懸命泳がなきゃいけないんで。一生懸命こっちも応援しますんで。はい、はい、じゃあついにスタート地点に向かいます。頑張ってきてください。いってらっしゃい。このダイゴンウェブには、堀江のこと、堀江さんもね、入ってるということで、言われてる。楽しみなダイゴンウェブです。さあ、ダイゴンウェブの入選始まりました。違いますので、前日でウォーミングアップまだされてないような人もぜひ来てください。堀江さん、頑張ってください。ついに堀江さんが入水しました。結構緊張した。次も乗ってください。さあ、ただいまスタート地点の方に選手の移動が行われました。さあ、このオレンジの、V、 スタートの V よりも前に出ないようにお願いします。このオレンジの V よりも前に出ないように選手の皆さんお願いします。本当に。さあ、2009年大阪城トライアスロン第5ウェーブスタートしました。さあ、大きな声援、拍手お願いします。はい、ついに堀江さんがスタートします。
りですね、5分間スイムの足切りが早いということでかなり緊張した顔をしてたんで、どうなることやら。結構ね、皆さん順調に泳ぎ始めてるような気がしますので、堀江さんがどのあたりをどう泳いで帰ってくるか、ここでちょっと帰りを待ちたいと思います。多分来てないはず。あれかな、いや、そう、いないんすよ。いや、通過したんじゃないですか。見つけられませんでした。いや、かなり探したんですけどね、堀江さんを1周回目折り返し地点のところで見つけることができませんでした。通過してくれてることを祈って、次はスイムのゴール地点へ向かいたいと思います。5分足切りで堀江さん44分で通過していきました。いやー、青いキャップを普通かぶっているんですけど、そのキャップが取れてしまったみたいで、青のキャップの方がいなくてちょっと焦ったんですけど、よかった、来てくれて。次はお得意なバイクなのでね、ここは安心して応援しましょうね。本日のホリエモンチャンネルはここまで。今回は第1回となる大阪城トライアスロン大会2017をレポートしました。大阪城の東外堀を泳ぐスイム、そして大阪城公園の緑の森から超高層ビルが立ち並ぶ大阪ビジネスパークまで颯爽と駆け抜けるバイク、最後は大阪城を眺めながらのランは世界に誇る大会になること間違いなし。気になる方はぜひ2018年チャレンジしてみてください。さて、ホリエモンは完走できるのか、お楽しみに。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。どう